お客様満足度を上げるためにアイコンタクトを取ることってすごく重要だって話、何回も何回もしているんですけども、はい、おはようございます。榎本高木です。今日のテーマはアイコンタクトを取るチャンスっていう話をしたいと思います。お客様満足度を上げるためにアイコンタクトを取ることってすごく重要だって話、何回も何回もしているんですけども、でもアイコンタクトを取るのって結構難しいんですよね。なんでかっていうと、お客様がアイコンタクトを向けてくれないからっていうのが一番大きなポイントなんですけども、なのでお客様がアイコンタクトを向けてくれるタイミングっていうのを分かっているとアイコンタクトが取りやすくなります。例えばどんなタイミングかっていうと、お客様に商品提供をして商品を置いてごゆっくりどうぞと言ってから数秒後、お客様がこちらを向いてくれやすいタイミングなんですね。なのでそのお客様が目線を上げてくれるのをちょっとだけ待つっていうのがアイコンタクトを取る確率を上げるためにすごく効果的なポイントなので、ぜひ試してみてください。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で書いてありますので、ぜひそちらも読んでみてください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。